若草町は、かつて、山梨県中駒郡に存在した町。2003年4月1日に、中駒郡の白根町、足安村、八田村、串型町、厚生町と合併して、南アルプス市となった。県中央部、群東部、甲府盆地の中南部に位置。五直市川扇状地の先端や滝戸川扇状地に、属する平坦地で、東部は、 かつての釜梨川反乱園。西部は畑作に適した原方に属し、旧反乱園の東部の釜梨川、滝戸川沿いは稲作に適した田方に属した。やや縦長の町域で、東部は釜梨川を境に、昭和町、田富町と接し、西部は串形町と接し、南部は厚生町と接し、北部は白根町と接する。 宝前寺釜名周岸の海西地域では各時代を通じて数多くの高校遺跡が分布しているが若草町では1986年に若草町市編纂に伴う分布調査で86カ所の遺跡が確認され以来高生道路や中部横断自動車道の建設工事など開発に伴い発見が相次いでいる町域では縄文時代の遺構、遺物は見られないが 海西地域では、西部の山地や大地に縄文期の遺跡が分布し、縄文中期の集落である、一ノ瀬大地のイモジア遺跡などが知られる。縄文後期から、弥生時代に至ると、海西では、山地、大地から、戦場地域へ、進出傾向を示し、弥生時代には、戦場地上や、尾光地上に立地する弥生中期の油田遺跡や大地、東丹穂遺跡などが出現する。 長域でも弥生中期の遺物が出土している、日本柳遺跡がある。古墳時代にも弥生以来の分布傾向を示し、海西では、東海系土器を主体とし五世紀初頭の、物ノミ古墳を築造する勢力が出現するが、長域でも30箇所を超える遺跡が分布している。古代の律令成果では、駒群大井里に属し、平安時代後期には代々京都昭連院門跡の、 荘園である鏡荘に含まれ、後に、かを治む事業となる。なら、平安時代の遺跡も数多く分布し、上理政治割も見られる。現代の10日、市中世には、海源氏の一族が、盆地各地へ進出し、盆地西部では、鏡氏の子孫が、各地に土着する。鏡沿光は西小売地域において、勢力を持ち、館跡には、鏡の宝禅寺があるほか、 公演創建を伝える寺社も多い。室町時代には、鏡荘の東部に隣接する大井荘により、西五里に影響力を持った有力国人、大井氏の勢力が及んでいたとも考えられている。鏡中城と東間、市場には、中世に市場が存在していた。貝の国史によれば、鏡中城の死は、宿と呼ばれる場所に存在し、しがみを祀る祠が現存している。 市の付近には、日蓮宗寺院の長恩寺が存在し、長恩寺の門前主であったとも考えられている。宝泉寺に近い田方と原方の中間に位置する十日、市場は戦国時代から資料に見られる。近世には、正月当凡の七月に、縁日市が建った。市では、農具や古着、農産物や金物などの日用品や農管機に生産された。 木工品など地元の産物の捕獲を増や品のからも人や物が往来した。なお、7月市は近代に消滅したが、現在でも年に一度2月10日から11日に十日市が開かれている。江戸時代には寺部、鏡、十日市場、京中城、下井舞、藤田、朝原の七家村が成立する。朝原村のみが中軍筋に属し、他の六家村は 西郷理筋に属した。原方では、畑作のほか野菜や雑穀、木綿などを栽培。鎌梨川沿いの鏡、中城や浅原はしばしば水害を被った。平地の水田地帯であるため森林が少なく、入会地が利用できる地域以外では、燃料としての焚木や肥料を購入することで、賄っていた。また、甲府盆地特有の産業である養蚕や、 家樹栽培も行われている。近代には、米麦栽培を中心に、木綿やコシウリと呼ばれた白ウリや、乾瓢の栽培、養産が行われた。江戸時代から、粘土層の土壌を生かした瓦生産が行われており、近代にも地場産業として発達し、戦後の1950年頃には、最盛期を迎えるが、その後原材料の枯渇により衰退し、現在では、 伝統工芸としての鬼瓦生産が行われている。1894年には、鏡中城村出身の北村雄二と、その兄弟により北海道開拓が行われ、開拓村としての北村が成立した。1911年には、鏡中城村で大規模な古作葬儀が発生する。1945年7月6月の甲府空襲では、鏡中城において、 小夷弾による被害があったと言われ、7月30日の空襲では桃田、鏡中城で小型爆弾による被害があり、死者や被害家屋が出ている。太平洋戦争中の戦没者数は264人。1936年には釜の市川う岸地域の農地改良事業が開始され、戦後の1954年には富士田地区。 土地改良事業、1963年には若草土地改良事業、1965年には釜無川右岸土地改良事業により低湿地の土地改良が行われ、推理の整備、高地整理が行われた。戦後には果樹栽培が中心となる。合併後、小中学校は南アルプス市立となっている。ありがとうございます。